はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくのはですね、MLB ザショー2015田中将大、登板戦のレイズ戦ですね、お届けをさせていただきたいと思います。早速始めていきましょう。この MLB ザショー2015 PS3 版でプレイの方を進めているんですが、操作方法ですね、あまり日本で馴染みのあるプレイヤーが多いゲームではないと思いますので、簡単に操作方法を お話しておきたいと思います。ピッチングの操作方法に関してはですね、丸三角四角×あと R1 で、球種を選択します。今ご覧いただいている通り、×がフォーシーム、FB、ファーストボール、ストレートですね。丸がスプリットという形で、各ボタンに球種が割り当てられています。まず球種を選択します。で、球種を選択した後ですね、もう一回×ボタンを押すと投球モーションに入っていきます。で、投球モーションに入っていくと、キャッチャーの上に出てるゲージがぐーっと左に、流れていくと思うんですけど、そのゲージの先がですね、黄色、赤っていう形で徐々に変わっていってると思うんですけど、赤になればなるほど球威がいいボール、打たれにくいボールがいきます。打たれても、飛ばないボールというか、ヒット性にならないようなボールになりやすいボールがいきます。で、ゲージが進んでいくと途中で黄色い線が、ゲージの途中で出てくると思うんですけど、あれがですね、コントロールになります。なので、まずゲージをずーっと進めていったら、赤いギリギリの際で一回×ボタンを押して戻ってくるところでもう一回×ボタン、黄色い線長の近くで×ボタンを押すと、コントロールになっていますので、コントロールがね、意図した場所、投げたい場所にビシッと決まるようなボールが行くっていう操作方法になっています。あと、この MLB ザショー2015の面白いところとしては、ピッチャーの肩の温まり具合、が決まってまして、マウンドに上がった直後っていうのはあまり肩が温まってない状態なんですね。で逆に、このウォーミングアップ投球練習ですね、マウンドに上がった直後のこのウォーミングアップ投球練習をやると、多少肩が温まってくると。で、回が進むにつれて当然肩が温まってきていいボールが行きやすくなるっていうような、そういう仕組みになっています。さあ、そうこうしているうちに試合の方始まっていますね。レイズ戦ということで見ていきたいと思います。スライダー、これが空振り、これで、2ストライクと追い込みました。で基本的にはキャッチャーマッキャンのですね要求通りに投げていこうと思うんですけど、たまには、首を振ってですね違うボールも選択していきたいと思います。このスライダー空振り三振、幸先いいですね。そして2番、キルマイヤーですね。ちょっと今飛ばしちゃったのが出てこなかったのかわからないんですが、レイズ2番キルマイヤー、出ましたね。ケビン・キルマイヤー、アベレージ2割4分9厘、ホームラン4本、打点15と。初球スライダーでストライク。第2球はシンカー、内角シンカーが決まって、これで2ストライクと追い込みました。で実はこの田中のシンカー、この MLB ザショー15上では結構使いやすいボールかなっていう印象を受けてるんで、そんなにね、いっぱい投げるボールではないんですけど、ちょこちょこ投げていきたいと思います。そして内角ボール気味のストレートで空振り三振、これもいいボールでしたね。3番誰だろう、ロンゴリアですね。このスライダー外れてます。アベレージ2割6分9厘ホームラン8本、打点34というロンゴリア。ストレート
いいところに決まりました、ストレート。マキアンの要求は外角にスライダーです。いいですね、このスライダーもいいところに決まってます。ストライクがやっぱり先行するとボール球で勝負ができるんでいいですね。これはあーセーフか、ショート深いところでしたね。これはセーフかな、セーフですね。際どいようなところだとチャレンジが使えたりするんですね。この MLB サーズショー2015の面白いところは、審判が結構誤審をしたりするんで、際どいとね監督が飛び出してきてチャレンジが使えたりするんで、まあ、そういうところもね出てきたらお見せしたいと思います。であとですね、ランナーが出ると先ほどの投球モーション時に出てくるこのゲージの進み具合がすごく速くなるんで、やっぱりねランナーは出さないに越したことがないというところですね。おお抜かれた、一塁ランナー三塁まで進んでツーアウトながらワンランナー三塁一塁で、ソウザージュニアを迎えます。このスプリットは内角低めいいところに決まりました。まあ、ランナーがね一塁ランナーが二塁まで進む可能性があるかというところですけど、まあ一塁ランナーそんなにね足が速いランナーではありませんから大丈夫でしょうというところで2ストライクと追い込んでいます。ここはもうねボール球で勝負していきましょう。いいですね、空振り三振、ツーアウトから、あランナーを三塁一塁と進められましたが、1回の表なんとか田中将大0点で切り抜けました。でヤンキースの攻撃はちょっとコンピューターに任せてですね、2回の表、田中将大のピッチングを見ていきましょう。ヤンキースがそして1点2点とリードをしてくれていますね。あとメジャーリーグだと特に球数制限が結構厳しく設けられていまして、このゲーム上でもやっぱり球数制限というかですね厳しくて、やっぱ100球を超えてくると確実に変えられます。90球台とかでも変えられたりしますので、できるだけ球数は少なくしていきたいと思います。これはセンターに打ち上げていますね。できるだけ打たせて取るピッチング、そしてバッターはカブレラを迎えています。ストライクゾーンで勝負するってなるとやっぱり球威とコントロール、ここはどうしても間違えられないんですね。これはレフト落下点に入っています。これはどうだ、いいプレー、今のはファインプレーですね、ナイスプレー。この回も田中将大ファインプレーに助けられて0点で切り抜けてます。
さあ3回の表田中のピッチング見ていきましょう。まずは外角にストレートが外れています。このスライダーは内角、厳しいところに決まってますね。そして今日初めて投げるカットボールをマッケンが要求してきてます。ボールか。今のはね、ストライクゾーンに入ってるようにも見えるんですが、審判手上がらずと。ツーボールワンストライクからの第4球目、外角のストレートはファールボール。そしたら内角にですね、シンカーを投げていきたいと思います。このシンカーもファールですね。さあ2ン2平行カウントからスプリット。これはボール球。さあノーアウトでランナー出したくないですからね、ストライクゾーンに勝負するしかありません。これはファールですね。これはショートゴロ、ショート正面の当たりです。さあここまで球数35球になってます。いいですね、今のスライダーは。もう一球スライダー、今度はボール気味にマッキアンに要求してますので、まあ、要求通りに投げていきましょう。と思ったらちょっと中に入っていきましたね。コントロールもねきっちりと決めていったんですが、ちょっと要求と違うところに行ってしまいました。これもそうですね、内打ちに入っていってしまってる感じです。さあ続いてシンカー、いいですね。今までのスライダーとは逆に曲がるシンカーで空振り三振。さあこの後クリーンナップに回したくありませんから、このキルマイヤーで切っときましょう。今のストレートはいいところ、審判よく見ててくれました。これも厳しいところにストレート決まってますね。そしたら余裕あります。ボールになってもいいような低めのスプリットを投げていきましょう。おお、これで空振り三振ですね。この回非常にいいピッチング。初回にヒット2本打たれたものの、それ以降は球数も抑えられて、すごくいい感じできてますね。ストライクゾーン中心に勝負していく上で、やっぱり球威は絶対にね外せませんからね。これはでかい当たりだけど入るか。うわ、入るな。これはオーフェンス。3番ロンゴリアにソロホームラン打たれました。ちょっと残念でしたね、今のボールは。さあただまだ1点勝ってますからね、このリードを守れるように気を取り直していきましょう。これはボールですね、シンカーが外れて2ボール1ストライク。
このスライダーキレがありますね。これもでかい当たりだけど、これは大丈夫かな。落下点入りますね。レフト落下点に入ってツーアウト。ちょっとあの外野までボールが飛ぶとヒヤッとしますね。これは大丈夫か。バー、この回2本目のホームラン。球威もねしっかりと決めていったんですが、それでもライトスタンドまで運ばれてしまいましたね。さあこの回2本のソロホームランで同点に追いつかれた田中将大少年馬。やっぱりね、球威だけじゃなくてコーナーもきっちりついていかないとダメですね。コーナーをついても打たれるときは打たれるんですけどね、まあ、より打たれにくい確率、まあ、野球なんて確率のゲームですからね、確率のスポーツ、より確率の低いところに投げていくしかありませんね。ただ確率が低いところ、まあ、つまりあのコントロールを、ね、厳しいコースに投げていくと当然ボールになったりするケースも増えてきて球数も増えていきますから、そこは本当にバランス。これはストレートで空振り三振。球数もこの回58球60球になろうかというところ。今のスライダーボールかっていうような形で、本当に球審含めて塁審も含めて審判が結構誤審をしてきたりするんで、そこも本当にね結構このゲームの左右する大きな要素の一つになります。さあ3ボール1ストライク、ここでフォアボールは出したくないですから、ストライクゾーンでねやっぱ勝負するしかないですね。ただこれはレフトほぼ定位置。そう、同点に追いつかれましたけど、ヤンキースなんとか1点、勝ち越し点を挙げてくれてます。今度こそこの勝ち越し点をね守っていきましょう。やっぱり野球はなんだかんだ言ってもストレート中心でピッチングを、ね、組み立てていくことになりますから、その中で変化球を効果的に使っていく。特にこの田中の場合スプリットがね、非常に切れるボールになってますからね。ここはスライダーで空振り三振です。さあここでフォーサイを迎えています。外角ストレートから入っていきます。これは空振りですね。今のはどう見るべきなんだろう。今の中途半端なスイングだと一応外角のボールを待っていたかのような感じにも見えますんで、外角はボール球でいきましょう。これはセンター定位置、やや下がって抑えてますね。
Desmond Jennings will stand in now. A punch out victim twice already. さあ球数70球になった田中。5回の裏で70球、まあ、ちょっと多いかなっていう感じですね。まあ、1回の表に2本のヒット、そして4回の表には2本のソロホームランを浴びてます。カウント2ボール1ストライクから、このスライダーボール球ですけど振ってくれました。2エンツ平行カウントになってます。今のを見る限り外角のスライダーは全くタイミング合ってませんでしたね。というわけで今度はストライクゾーンでスライダーで勝負していきます。うわー、これはレフト前に綺麗に運ばれてしまいました。さあ足の速いランナーが出てしまった。警戒をねしていかざるを得ないですよね。どうしても速いボールで見ていくしかないですね。さあこれで追い込みました。うわ、今のはストレートだったんですが、速いボール、速球系のボールを狙われている感じですね。そしてホームランを打たれているロンゴリア、ツーアウトまで来ているのでなんとか0点で抑えたいです。3投はないと思いますので、もうバッター勝負ですね。さあ2球で追い込みましたので、ここからはもうボール球で勝負していきましょう。これは振ってるよ。よし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 。そして6回の裏、田中のピッチング、この回で90球になるかなというところですね。現在82球投じています。さあ 1-1 からスプリット、これはレフト落下点に入っています。さあスティーブン・スーザージュニアを迎えて、この回ワンアウトを取ってからのピッチング。このストレートもいいところに決まりました。これは完全なボールですね。スプリットはすっぽ抜けてしまいました。このスライダーで空振り三振。さあ90球目、ジェイソーです。バッターはジェイソー。このスライダー、マッキャンがね、止まったのもうなずけますね。いいボールでしたけど、球審の手上がらずと。
内角胸元にストレートを投げていきましょう。いいですね、空振り三振。おー、ヤンキースここで3点加えて点差4点差としてくれてます。これはだいぶ楽になりますね。おー、当たったけど大丈夫か。田中の足に直撃したけど大丈夫。ちょっと足を気にする素振りもありますけど、まあ大丈夫そうですね。ただ一回ベンチに下がるかな。これは大丈夫でしょうか。大丈夫そうですね。さあ、ただノーアウトでランナー一塁出して、リベラを迎えます。ここはもうゲッツー狙いでいきましょう。ゲッツーを取りに行きたいんで、ランナーには走られたくないですからね。1球外します。うん、これはカットボールにタイミング合わず空振り三振。これでワンナイトランナー一塁と変わっていますね。さあ、ホーサイを迎えましたが、これはゲッツーを狙いやすいかもしれません。ただ3ボールになってしまった。どうしようかな。ストライクゾーンで勝負せざるを得ないですからね。これでカウントを戻しました。フルカウントまで戻しています。これは大丈夫か。間に合うか。間に合うね。飛び出していた一塁ランナーは一塁まで戻っています。これでツーアウト。さあ、ここまで来たらですね、一塁ランナーの盗塁に気にしつつバッター勝負になるかなというところですね。うん、これもボールになってますね。これも打ち上げてます。レフトが抑えてスリーアウト。さあ、田中はもう一回ぐらい行きますか。球数は107球投げてますけど、この回まで田中が投げるかなというところですね。まあ、点差もありますからね。ヤンキース打線はさらに、3点追加してます。これはセカンドゴロ。
そして3番ロンゴリア。ロンゴリアタイミング合ってますね。今日ソロホームラン打たれてますが、ここもレフト前ヒット。そして4番のローニーです。ここまで来たらね、この回はなんとか田中投げ切りたいですからね。さあこれでワンボールツーストライクと追い込んでからのボールになります。これはでかい当たりだ。大丈夫か。大丈夫ですね。ライトが抑えてます。ちょっとね、打たれた瞬間はヒヤッとした当たりでしたけど、ラインドライブがかかるような形でね、そんなに、飛距離が出ませんでしたね。さあそしてスーザーにもホームラン打たれてますから警戒していきましょう。今のボールがファウルになってワンボールワンストライクになっています。このシンカーすごくいいところに決まった。そしてストレート。これで、この回8回まで投げて田中2失点です。さあ田中完投はないと思いますね。そうですね、ヤンキースの方はウィルソンにスイッチしていますね。さあ試合の方最後までこのまま見ていきましょう。ウィルソンが打ち込まれてますね。まあ、ただそのまま試合の方は終了しています。このゲームのベストオブプレイヤーは田中です。これだけ見るとかなり腕投げな感じしますけどね。今のボールはスプリットかな。いいボールですね。8回を投げて8本ヒット打たれていますが2失点、その2失点は2本のソロホームランですね。はい、というわけで今回はですね、田中将大の、レイズ戦ということでお届けをしました。まあ、これは今も見てもらっているのはロンゴリアのホームランですね。そして同じ回に打たれた今度はライトスタンドへのスーザージュニアのホームラン。ただ失点はこの2失点のみですね。2本、まあ、失投したっていう感じもなかったんですけど、まあ、ただ8回投げて2失点であれば、まあ、十分合格点かなという田中のピッチングでした。というわけでね、今回田中将大のピッチングご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。 MLB The Show 2015、これからもプレーの方を進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ引き続きご覧いただけたらすごく嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまで。